どうも、こばでーす。たこ焼きパーティーサバイバルやっていきましょう。多分、たこを焼き続けるゲームだと思います。ゲームスタート。シングルバッチで。はい、初見プレイです。どうするんですか？どうするんですか？スクワットってないけどね。スクワットしたらなんかいいことある？今スクワットできひんわ。生存0日だねんけど、これ何日か生き延びれるかっていうゲームもしかして。エネルギーどんどん減っていっていいけど、これほとんど死ぬ？とりあえずたこ焼き作るんやんな。これまずこうすんの。まず電源入れるんじゃないの？電源ついてんのか？なんかバチバチ言ってるわ。たこ焼きの作り方なんて知らんで。とりあえずひっくり返せるわ。これでいいの？たこ入ってへんけど。たこ入れたらあかん。もう、たこ焼きじゃなくて、焼きになっちゃって、あ、できた、できた、完成、完成、完成。グー入ってへんけど、たこ焼きできました。えい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 。最大、8つまで船に乗るんかな？ソースかけて。かけて。どうやって食べんの？どうやって食べんの？あ、グー出し、やった。美味しい、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 美味しい。めっちゃ美味しい、美味しい。ウェーイ。エネルギーと炭水化物だけが溜まっていく。あ、こげたこげたこげた。焦げたたこ焼きもカリカリして美味しいのかもしれない。具だしの焦げたたこ焼きをエネルギーが溜まっていく。死にそう。カロリーオーバー。スカッとスカッと。スカッとってしろってこと？死んだわ。とりあえず、これをガーって入れて、こう入れるわけね。めっちゃ簡単やん、これ。そんな全然たこ焼きシミュレーターとかそんなレベルじゃない。で、これ入れるわけね。はい。なんか、卑猥これ何これ？チーズ？なんだろうこれ？チーズケーキかな？たこ焼きっていう名前がちょっと可愛いから必要なだけ、なんかできたで、レアアイテムか。あれお菓子かな？はい、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 はい。で、まあ個人的にたこ焼き僕一番必要なのはマヨネーズだと思います。マヨネーズあるかどうかでたこ焼きの味変わるやろ。僕もうマヨネーズを食べるためにたこ焼き食べてると思ってるところあるからね。ソースとマヨネーズのね、あの混ざり合った感じ。だからこのソース単体で食うのがあんま好きじゃないねんな。はい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 。これそんな急いで作らんでええんやな。単純にたこ焼き食って生き延びろって話ね。スクワットっていうかわからへんけど、スクワットどうしたらできるの？ね、これ。誰に向けてのアピールですか？なんか、具材リスト、二日製造で解放ってあるけど。はいはいはい。カロリーオーバーやろ？これ、食べるもの考えていかなあかんのかな？エネルギーが、いっぱいあから今食べられませんって言われたよ。でも、炭水化物減っていってるやん。エネルギーを貯めすぎずに、他の三つのメーターを保てって話か。難しいな。どの食材がどのメーター伸びやすいか覚えとかなあかんやん。これ吸っといて。僕そんな中身見ながら飯食えへんて。お母さんじゃないんやからさ。出たもん食うよ僕は。お、具材解放。キュウリ。キュウリはワンテたこ焼きに。キュウリって、誰も望んどらんよ。めっちゃ BGM かっこええねんけど。具材リスト。あ、これ書いてんな。カロリー、ターン。はいはいはい。オーケーオーケーオーケー。ここ見ながら作ってったらええんや。例えば今、コモナさんは炭水化物がないから死にかけてるけど、炭水化物一番増やすいのは、炭水化物どれも似たような感じやな。まあ、キュウリか。キュウリ食べるかじゃあ。なんか俺やばい、真相やねんけど。ああ、はい。オーケーオーケー。やっとルールが分かったわ。とりあえずメーター下がってったやつから対応していったらいいと思う。で、食材はこういう風にランダムに出とるから、4種類を出しとくのがなんか安牌な気するね。でもなんか減っていってるから、タンパク質高いやつから食べていこう。タンパク質はカバンなんちゃら、このチーズみたいなやつがええから、チーズあげる。焼いとくかも、ちょっとだけ。
はいはい。この脂質、あ、油質、防湿は肉がいいから肉焼いときます。なんでこんなこと考えながらたこ焼き焼かなあかんの。もっと自由に食べるのが僕たこ焼きの良さじゃないんですかと言いたいけどね。はいはい、これで食べると、はいはいはい。で、今タンパク質が割と低めやからタンパク質食べていきましょうって話ね。あ、昔の職場でさ、大阪に住んでる同僚がいたんやけど、まあ、T さんやねんけどさ、T さんなんか自分が大阪人であることを誇りに持っているらしくてね、一回なんかね、その寮で暮らしてたんやけど、上司二人とその同僚の T 君と四人でタコパするは、タコパすることあったよね。その T 君めっちゃしきるんよな。あれめっちゃだるかった。なんか10歳、20歳ぐらい年上の上司二人いてさ、で、その上司二人結構怖い人やねんけどさ、俺はもうたこ焼きがあったら俺はもうやらなあかんねんみたいなさ、ようわからん中で関西パワーが出てさ、これはこうするんすよとか言うのなんか自分流のたこ焼きのたこの焼き方、ね、披露し始めてもうね、喋りが止まらんくてね、ずっとね、なんかね、たこ焼きのうんちく語りながらね、たこ焼き焼いとるんですよね。あの時の上司の顔やな、なんやこいつみたいな。おい、コモラもお前関西出身やろ。たこ焼きのなんかこだわりぐらい一つぐらいあるやろとか言われてね。ないないって。たこ焼きの焼き方にこだわりあるやつなんて基本おらん。関西とか何も関係ない。たこ焼きと銀だこの僕違いすらわからへんし。なんで銀だこってもうたこ焼きでええやん、両方。さあ、エネルギーが突出してきました。体はいろんなものを、タンパク質、炭水化物、心臓欲しい言うてるけど、もう食べられません言うてる。スクワットどうすんの？スクワットやり方わからへんねんけど。右下になんかさ、キーボード押したらスクワットって書いてあるんだけど、してくれへんねんな。円高？円高？もうちょい、スクワットめっちゃちょっと溜まってる。わかんねえ。はい、タンパク質がやばいです。タンパク質がやばいけど、カロリーが多すぎて食べられん言うてます。ほんま人間の体って欠陥よな。これが欲しいけど、これがあるせいで食べられませんって。お前、それやったら死ぬぞって。で、もうちょっとバランスよくしてくれへんのかな、人間の体って。まあ、ちょっと食を突き詰めてしまった結果なんやろうな、人間が、ね。もっとバランスよく食べればいいのに、美味しい美味しい言うてね、死んだわ。昨日さ、うちなんかバーベキューしとってほんま腹だったわ。バーベキューとかもやりたいやつだけやってくよって感じや。なんでやりたくない僕がバーベキュー参加しなあかんの。うちの庭でやってたんやけどさ。定期的になんか親がバーベキュー好きか知らんけどね、やり始めねえよ、親戚集めて。このご時世に。この2年間ずっと言ってるわ。マジで意味わからん。他人の迷惑考えられへんよな、バーベキューやるやつだって。もう僕は迷惑してます。まず楽しくないし。でも親戚の子供連中は何をお前みたいな顔で見てくるからな。基本的に僕家に引きこもってるからさ。この小村家に小村がいること知らんガキが多いの、親戚に。僕から見たらお前らの方が普通に部外者やからな。それやのになんでこのおっさんここにいんのみたいな顔しやがってよ。腹立つわ。僕は毎日この家にいんねん。あー、落ちちゃった。3秒ルール。はい。あ、出た。結局これなんなん？これどれぐらいなんか書いてへんからさ、結局。どのパラメーター上がるかまだ分からへんね。ちゃんと見とくか、一回。結局これ雨っていう認識でいい？勝手に雨やと思ってるけど。違うんかね。タンパク質です。タンパク質欲しいです。チーズかタコください。チーズかタコ。置いて。はい。この飴は一体、どのパラメーターが上がるのか。はい。あ？炭水化物か？炭水化物っぽかったな。そんな覚えてられんわ。で、昨日さ、今日、うさらべさんとも通話してたんやけどさ、友達の、バーベキュー、今日うちバーベキューは熱湯しいわって言いながらね、ちょっと愚痴言ってたらさ、うさらべさんはバーベキューええやん、美味しいやん、とか言うのね。バーベキューってうまいか？基本的まずくない？なんか炭の味がするんよな。うちの人らがバーベキュー焼くの下手なんか知らんけどさ。バーベキューって美味しくなくない？明らかに炭入ってるやん、肉とかに。なんならハウスダスト的なゴミ絶対入ってるし。はい、はい、危ねえ、死にかけてる。友達のサラベさんはそういう外で食べる雰囲気がなんか、外で食べるからこそなんか炭で焼くからこそうまいねんっていう。ね。プラシーボ効果かもしれんけどってね。プラシーボ言っちゃってるやんっていう。自分でも思い込みやって言っちゃってるやんって思ったよね。
まあでも、まあまあ、実際そう、それはあると思う。その、ね、なんか、みんなと食べてて楽しいって感じるから美味しく感じるんじゃないの、ご飯が。僕は楽しくないって感じてるからさ、死んだわ。美味しくないんだよ。スクワット X ボタンを。あー、できる、スクワットできるようになった。コントローラーでボタン押したらスクワットしてくれんな。単純にキーボードがなんか反応してへんのかな。ちょ、スクワットするときだけコントローラー使うわ。このゲームはなんか、マウス操作の方がっぽいよな。死にかけて死にかけて、エネルギー、スクワットのせいで僕死にかけてるやん。エネルギーがない。いや、エネルギーはゼロとも知らへんのか。カロリーって、あ、カロリーって人間なくても生きていけんの？知らなんだ。たこ焼きってさ、タコいる？僕常々思ってる。たこ焼きにタコいらなくて美味しくなくない？いやもうたこ焼きっていう名前のせいでさ、名前がちょっと可愛いやん、たこ焼きっていうと。だからみんな入れてるだけであって、実際たこ焼きみんなそんな、タコ好きじゃないやろ。おっしゃ、たこ焼きやタコ食おうってみんな思ってへんやろ。たこ焼きやこの、揚げてる丸いもん食おうって思うやん。多分たこ焼きって名前のせいでタコ入れてるだけであって、実際、タコはいらんと思う。美味しいか？タコ。結局チーズ焼きとかチーズ入れてる方が好きやねん、たこ焼きに。タコ入れずに。たこ焼きで僕タコ好きって言ってる人あんま知らんな。あんまたこ焼きについてそんな話題振ったことないけどね。タコ好きな人いるんかね。絶対チーズ入れてる方がうまいわ。めっちゃキュウリくるやん。キュウリいらんて。僕はカッパか。まあ、基本的に休みの日はさ、動画2本ぐらい撮りたいなと思ってんのにさ、バーベキュー朝準備するのに時間かかるし、みんなで飯食うのにも時間かかるし、それが時間かかるのが一番嫌な、結局。なんであんな時間かかるの、バーベキューって。僕、飯とか10分15分で済ませたいのにさ、バーベキューのと3時間ぐらいかかるやん。意味わからんくない？僕はもう途中で逃げ出したから、なんとか30分以内には済ませたけどさ。いや、あの子供神やったな。なんかね、親戚のキッズが、7歳未満ぐらいのキッズが5匹ぐらい集まるのね。めんどくさいなって思いながら、まあ、基本的にも喋らへんから関係ないねんけど。いや、早く終わらへんかなと思いながらさ、もうだ、別にすることもないけん、喋ることもないしさ。言うたら僕、バーベキュー腹を満たすためだけに言ってるわけよさ。腹満たすなんてもう10分もあれば十分やん。肉食ったらそれで終わりやねんからさ。次の肉焼き上がるともね、もうお腹いっぱいやし、いらんし、めんどくさいなって思いながらね、ちょっとスクワットするわ。じゃあなんかね、4歳ぐらいの女の子が、私この椅子嫌って言い始めたい。座り心地が悪かったやろな。私この椅子嫌って子に始めて、じゃあその女の子のお母さんが、我慢しなさい、それしかないやからって言ってね。それを見た僕が、あ、この椅子そうだったらって言ってね。もう自分の座った椅子をそいつにあげたんや。それと同時に僕は、新しい椅子を家の中から取りに行くふりして自分の部屋に帰った。そっから僕もバーベキューに参加して、多分みんな僕が抜けたことにすら気づいてなかったと思う、しばらくの間。あの子供は神やったな。あの子のおかげで僕は30分ぐらいでバーベキュー済ませられたから。スクワットしながらタコ焼いてまーす。どういう状態っていう。そんなタコ食いたいか。そんなタコ焼き食いたいか。たこ焼きを食いたいがために頑張って必ずの体のコレステロール下げてるよな。スクワットってコレステロール下がるの？僕あれ、うん、コレステロール高い言われてるからさ。コレステロール下がるやったらスクワットしなあかんな。マヨネーズか僕めっちゃ好きなのね。ぶっかけてしまう。それのせいでコレステロール高い言われるんだな。なんとかしなあかんなと思ってなかなか我慢できんねんな。デブと一緒よな。食いたいもん食って体悪くしてるだけっていう。ちゃんと体が拒絶してほしいよな。あかんもん食べるときは。これは体に悪いですよって。あんま体反応しょうらへんやん、ちゃんと。いや、うまいやん。食おうぜ、みたいな体やん、とるやん。ほんま体って欠陥やと思う。体に悪いんやからちゃんと拒絶してって思うよね。なんでそこで僕の意思を試してくるの？我慢しろって。ここにステーキあるやろ？でもお前体悪いから我慢しろって脳で頑張って制御するやん。体は食いたい食いたい言ってんのに、舌は食いたい食いたい言ってんのに、あれほんま結果やと思うわ。体に悪いんやからもうステーキを嫌いになってくれそこはって思うね。はい、はい。なんとか4回いけそうか。このゲーム意外と難しいというか、ステータス上げてったらまだ余裕があるのかもしれんけどね。
割と考えながらやる部分あるからね。あれは頭いい人にしかできひんな。このゲームを真面目にやってるやつは頭悪いと思うけどね。あ、雨来たな。なんか、この雨食ってたら右上のゲージが溜まっていってるよね。この雨全部食ったらどうなんねやろ。進化するんかな。なんかスキルとか解放されたりする？いいよ。ちょ、カロリー増えてきたね。スクワット結構挟んでるけど、クールタイムが終わるたびに。それでも、カロリーどんどん、それでもカロリーの消費量が賄えなくなってきた。カロリー敵やな。やっぱ人間の体は、あかんな、欠陥ですよ。さあ、飴を食べます。うずら頭が、うわ、うまそう。はい、はい。さあ、ピーバー飴。いくら食べてもゼロが、それや、そういうのあるのね。そういうのあるのね。そんなフィーバータイムあるのね。くそ、いうのさっき言ってくれよ。じゃあもう一気にタコ作ってやって。これがフィーバータイム。これがタコマパーティーの真骨頂か。やだやだわ。僕パーティー乗り遅れてしまう。パーティー乗り遅れてる。これ、いつまでいつまでこのパーティーピーポーいつまでですか。はい、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 はい。パーティー、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 パーティー。楽しい。今この瞬間が一番楽しいのかもしれない。でも、パーティー始まってから食べられてへんよな。食べな、食べな、食べ、パーティーしたら食べな。うわー、パーティー、パーティー、うまーい。楽しい。ここでクリック力、エイム力が試されるわけか。いやー、むずい。はい、はい、オッケー、はい、オッケー。何のための、そのようじゃん。はい。はい。はい。あ、もう、取れたら取れたら取れたら。氷ザリーは絶対凍るやつに気するわ。キュウリばっか、キュウリばっか。美味しく食べれたら、それでええやん。はい、はい、はい、はい。ずい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 。さあ、今、プロ、たこ焼きのプロが、ひっくり返します。あー、焦げそう。いや、いや、はい。ゲージがなくなる前にとりあえず食べた。とりあえずこの蜜を食べる。この蜜を食べる。はい、信号機。どういうこと？オーケー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 。炭水化物が、キュウリのせいで炭水化物が、そうなってる。あー、これ慌てて焼けすぎなんあかんな、後半に。何かわからんくなった、焼いてるものが。とりあえず食べとくか。いや、今炭水化物増えてもらっても意味ないんよ。キュウリばっかやん。めっちゃ今カロリー無駄したわ。はぁ、はぁ、焼きなし。じゃああげる。左の人にあげとこう。左に人いいひんけど。お、ポテトフライ。それは合わんやろ。炭水化物高。他が低いね。ポテトフライはなんかちゃうやん。揚げ物に揚げ物みたいなやってるやん。別にたこ焼き揚げ物ちゃうんか。なんか揚げ物のイメージあったわ、勝手に。見た目的な意味で。ポテトフライはもう、ポテトフライでなんか完成されてへん。こいつらはなんかさ、こう肉とかキュウリとかチーズとか、だから寄り添って完成されてるやん。ウインナーはもう単体で完成されてるけどさ。言うてウインナーもたこ焼きにも合わへんと思うしな。だってこいつは単体で完成されてんねん。ポテトフライって、でもこのまま食いたいもん。このまま爪楊枝刺して口に運びたいもん、僕は。なんなら。なんか、ポテトフライちょっと違和感すごいな。今、食ってみたら美味しいのかもしれんよな。仕掛けてる。実は今、仕掛けてます、コーナーさん。ジンだわ。結構余裕やったのに。ポテトフライの衝撃でやられたわ。じゃあ、クイックマッチっていうのやってみる？これは生き残りをかけたたこ焼きバトルになるの？はい、始まりました。あ、どうもよろしくお願いします。プレイヤー7400番さん。僕もこのパーティーに参加しようと思いまして。僕、たこ焼きめっちゃ焼くんで、見てください。僕、ちょっとたこ焼き得意なんで。見て、僕一応関西出身なんで、滋賀県なんで。おー、チーズ入れんの勝手に。チーズ入れんのは僕の役目やぞ。ほら、チーズ入れよ、チーズ。あー、ありがとう、ありがとうございます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 。これ中身何？これ何なんすか？中身なんすか？ちょ、中身目が気になりますわ。タコね。あ、このランダム要素を楽しむんやな。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。これ中身なんすか？ちょ、喧嘩売ってるんすか？プレイヤーさん、喧嘩売ってるんすか？さすがに何もなしはないですわ。ちょ、あげるあげる、あげるわ。はい。あ、ごめん、落としちゃった。距離感つかみに行く。あ、そう、ちょ、
落ち、ちょ、すいません。あ、まあ、落ちたものを渡した僕が悪いんですけど、プレイヤーさん、ちょっとあの、僕の前で、わちゃわちゃ、落ちた。足嫌だったんよ、高木。プレイヤーさん、君、一日もこの場で一人で焼いてた。さっき僕5日間一人で焼いてたけど。ちょ、あの、スカッとしながらなんで、ごめんなさいね。スカッとしながらちょっと喋る？これあれやね、ボイスチャット機能あったら面白いかもね。絶対やらんけど。あの、とりあえずグー入れていきません？あ、食べられるわ。あー、フィーバー麺美味しい。ちょ、あ、このコリデーナーさすがにいらないです。これは自分で処理してほしいな、さすがに。ほら、肉団子あげる。ちょ、このうんこみたいなあげるから、僕いらんで。めっちゃうまかった。また、僕は処理さん、これ喧嘩になるから、この人は。ごめんね。はい。とりあえずグー入れていきましょう。グーなしはさすがにテンション下がるって、一緒に楽しくなりましょうや。あ、僕ポテトフライあるんすよ。これ見る感じ、向こうも初心者やな。僕の知らん具材出てへんもんな。これ解禁されてる方が有利なんちゃう？有利か不利か分からへんけどさ。パーティーやからってそんなね、有利不利とかそのガチでやるゲームちゃうからね。これを本気でやり始めたら引くけどね。俺の方が生き残ってみせるみたいな。あ、でもこれなんか、勝負することをちょっと考えすぎてたけどさ、相手のステータス見て一緒に生きようってするのもありやな。プレイヤー7400さん、ちょ、一緒に生きてみひん？ちょ、僕、脂質欲しいんで、脂質もらっていいですかね？ちょ、この肉関係もらっていいですか？で、基本的にたこ焼き焼くの任せっきりになったら、俺な、僕も一緒に。ちょ、ください、もう死ぬ、ください。死ぬ、あぶねえ。死ぬ。肉関係欲しいな、僕、肉関係欲しいです。たこ焼き、どこに入れていきましょう、二人で生き残りましょう。こう、たこ焼きしか食べられない、この人生。でも、死ぬ瞬間、あなたというプレイヤーに会えたことを感謝しながら僕は死にたいな。7400さんは恋人とかいんの？僕はおらんけど。いよいよ。いいね。ちょっとね、恋バナしようと思ったら向こうのたこ焼き焼くスピード上がった気がするんだけど、あんま触れんといてほしいと思ったんかな。そういうのはちょっとやめてください、みたいな。ごめんなさいね。なんか、リモートでもかましとく？いい、僕は。はい。イェーイ。パーティー。ひっくり返すわ、ひっくり返すわ。ほーら。おー、来た。レオルさん、よろしくお願いします。さあ、パーティーらしくやってきましたよ。4人も一緒に食ってた。あー、高い、ごめん、高い気落ちちゃった。こっち見てて恥ずかしい。シュ。じゃあ、肉が欲しい。肉が欲しいです、僕は。おしゅ、牛肉ゲット。たぶん液体入れるんでみんな具入れて。みんな具入れよう。できれば肉とか持ってないですかね？僕肉食べたいんですよ、今。リオールさんは何やってる人なんですか？投資家なんや。だからこんな朝から暇してるんですね。羨ましいなぁ。僕毎日8時間働いてるんですよ。一応週休2日なんですけどね。やっぱだ、辛いっすよね。めんどくさいっすよね。特にこの時期ってお盆休み上がったばっかやからさ、もう体がついてこへんよね。この前お盆休みあって、一週間働いてきたんですよ、久しぶりに。あ、ちょっとゴミ渡すのやめてもらっていいですかね。プレイヤー7400、若干僕に喧嘩売るときあるよな。許すけどさ。もう体が動かん。一週間ぶりに仕事したからさ。あ、僕も液体入れるわ。ごめんな。とりあえず焼いていこう。とりあえず盛り上がっていこうぜ。みんな。ちょ、こぎてりゃもったいない。もったいない。こぎたものをとりあえず僕に渡そうとすんな、お前。いいな。あ、そうだ。あ、いいね。左上に肉置いてくれてる。僕の願いかなったわ。ありがとう。この肉、ちょっともらっていきたい、できれば。出てくれたところ申し訳ないけど。肉もらっていいですか？早く焼けんかな。よし。ごめん、肉もらうわ。ありがとう。みんな脂質のパロメーター低いっすね。あんま肉食べてへんねや。じゃあ肉あんま食べ続けて。僕はちょっと控えめになりすぎたかな。やっぱ、肉って人気あるからみんなすぐ食べちゃうところあるよね。あるある。ちょ、僕、あ、液体入れるから、みんな、グー入れてくる。オッケー。チームワーク。これちょっと仲良くなれてる気するよね、マジで。アピールしとこう。ありがとう、みんな。みんな、ちょっとたこ焼き焼くのに必死やわ。スルー。僕で液体入れるんで、任せてください。てか、飴全然出えへんな。やべ、一人で焼くより全然楽しいやん。これあげる。これ飴入りやで。食べ。これ飴入りやで。
あ、今もうだいぶ感謝しちゃうな。あの人、あ、この人、飴入りのたこ焼きを僕に入れた、めっちゃ優しいやんって。こういうところはなんかもう気遣いよ。ちょ、肉やばいな。僕とレオルさんが、ラオルさんが肉やばい。肉食べたらやばい。肉焼いていかな。肉来い、肉来い。ちょ、肉。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなありがとう。VR の専用客さんが僕にたこ焼きをくれてる。シューナー、生きろって言ってくれてる。ありがとうございます。そんな心意気に関しては、ちょ、具なしなんですけど、誰や、なんでや、なんや、喧嘩売るのを大概せよ。さすがに具なしはないわ。まずくはないけどさ。たこ焼き食っててやから、さすがにちょっと中身は何かなっていうドキドキ感あるわけやん。こういうのってガチャみたいな感じで。具なしはないわ。具なしはないって言ってるやろ。プレイヤーの汗より喧嘩ってんな。オッケー。ちょっと安定してきたよ。ちょっとカロリー下げていきたいけどな。うわ、死んだ。リオルさん何があった。タコパしてただけなのに。人が死んだ。あー、悲しんでるリオルさんも。なんてこった。めっちゃ驚いてる。そりゃ驚くよな。たこ焼きパーティーしてたら死んだんやから人が。そりゃ驚くよ。僕たちだけでも生きていこうぜ。いやでもこれやっぱあれやな。対戦というよりは協力やな。普通に死んだ時悲しかったもん。いや、面白いゲームやわ。相変わらず君とるソフトさんは面白いゲーム作るね。一見、今回ハズレかなって、毎回ちょっとは思うよ。やってみたらやっぱ面白いなっていう。あの、具なしをひっくり返すのマジやめてほしいな、プレイヤーさん。その癖だけはやめてほしい。多分、具なしを僕に横しとるよな、こいつ。やめてくれません。それはちょっとよろしくないと思いますよ。ちょ、具なしはちょいらないです。ああ、死んでる!たった一人になっちまった。ああ、ちょ、こいつを残した具なし、食べないよ。ああ、1400さん、今までありがとう。この具なしありがたくいただくわ。うめえ。グーなくてもできる。あ、さすがにちょっとゴミはいらないです。グーなくてもやっぱね、ソースかけときゃうまいんだよな。あんだけ楽しかったのに、あんだけ基本3人で頑張ったのに、気づけば1人か。悲しいわ。生存5日目ぐらいで基本的にみんな死んじゃうんかな。あ、復活した。でも0日目は転生したプレイヤーの1400さんや。生存5日目ぐらいで、さっきのプレイヤーの1400も5日目で死んだけどさ、5日目からちょっとね、カロリーが高くなりすぎて食えんくなってくる。これタンパク質が脂質欲しいんですけど、なんとかカバーしてもらえないですか。たこ、たこ入れたくな。タンパク質くれ。タンパク質。タコ入れて。タコ焼きください。タコをくれ。こんなタコ焼きでタコを求めたの初めてかもしれん。じゃあ炭水化物選んでマジで。キュウリ入れんなマジで。入れた僕。あー死んだ、クソ。5日か。いや結構難しい。はい、ということでタコ焼きパーティーサバイバル。いや面白かったです。まあ今後雑談動画とかこれやりながらやること増えるかもしれん。まあ、生きどころと思ったら結構頭使うけどね。ただやってるだけやったらそんなね、頭使わへんからね。いや、面白いゲームでした。全然、あれ、食材も解禁されてへんからね。まあ、これ全部解放していきたいところもあるしね。多分雑談動画とかやるとしたらこれやることが増えるかもしれませんということで。はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。